あの当時日本ハム、あ、日本じゃない、西武と日本シリーズだったでしょ。僕、辻さんと日ハム、あ、西武で監督とコーチでやったんですけど、荒木はな、大輔はまあ平気な顔してシュートでぶつけてくるんだよって言って、日本シリーズでぶつけたいですよね、確か。石毛さんと2人続けてぶつそう、けたぶつんけたんでです。すよね。1番、3番。ああ、そうか。で、ぶつけて、あの時のことずっと言ってましたもん。あいつ、平気な顔して、可愛い顔してくいるんでや、ぶつけんだよ、と違うんか言っだよ。だから、ぶつけたんじゃないんだよ。逃げなかったの、向こうは。打まあ、席の一番前立って、確かにそうですよ下がね。んないからぶつかるんで、しょうがないじゃん、だから、それは。それはバッターとピッチャーのこの感覚だから、まあ、そうですね。お互いにそうやとそうはでし思うしょ。ね。お互いだから、それそうは。ですよね。それはどっちがいい悪いじゃなくて、これが頭にいっちゃったとかって言っそうたですら、ね。それは申し訳ないけど、そうじゃなくて、インサイドの、このベースの、こう、ちょっと外れたあたりを投げてて、そう当たるわけでだから、それは辻さんが悪い。すね。まあ僕は一応ね、監督とコーチだったんで、辻さんは悪いと言えなかったですけど、まあそれはまあ嫌だったら離ればいいんじゃないかと、確かにもう本当ギリギリにいましたもんね。そう、すごい前に立ってたの。だから、それは辻さんが悪い。で、あの試合かどうか分かんないですけど、立ち上がりかなんかで一二塁かなんかになって、平野さんに西武球場で右中間とかライトオーバーに結構大きな打たれたの覚えてないですか。で、僕は自分でもなんですけども、僕の生涯の中で一番のファインプレーしたんですよ。知らない、知らない。知らない。あ、そうですか。でもどっか調べてもらえたら、分かると思うんですよ。だから、でもピッチャーってさ、そういうんじゃないじゃない。ああ、そうですか。そうやって自分が投げて、あ、こうやって打ち取るために投げて、だから、それは何、空振り取るとか完全にこう詰まらせてとかじゃなくて、例えば平野さんだったら、あの時の平野さんだったら一発なんか考えられないっていう感覚で投げて甘めに行くとか、いろんなことを考えてやってるから、多分その中の俺の中では、あのライトフライ、ああ、そうですか。多分ね、だから。誰かね、最初のバッターかなんか、ショートゴロかなんかで、池山がなんかエラーしたんです、確か。で、もう一人で一、二塁になって、ノーアウト一、二塁かなんかで、平野さんがライトオーバー打ったんですよ。で、僕が、多分抜けてたら1点は入って、まだ2、3塁とか、下手したら2点ぐらい入ってると思う。で、取って、戻して、ワンアウト取って、まだ一、二塁戻ったんですけど、あ、これでちょっとエアコンの効いた部屋を借りた、1回分ぐらいは返したかな、というふうに勝手に思ってたんですよ。奥さんがね、でも俺は全然ない。覚えてない。あ、そう。普通にだから、何、ライト普通にフライ打た打しちたみ取ったいたな。って感じ。ピッチャーってそういうもんですよピッチャーね。大体そういう、だからそう思ってないと多分できないああ、とこなるだとほど思うんね。だ、あれ。ああ、そうですか。いや、僕だから荒木さんが投げてる後で、後ろでこう守れること自体がちょっと喜びでしたよ。11番の背番号の後ろをね、こう見ながらね、守れるって、あ、壮絶な荒木大輔と一緒にやれてる野球がっでもていうのね、が。あのヤクルトが日本シリーズで試合やるなんて思えなかっ思たもんわね、な入ってかった。からね。荒木さん入った時って監督誰です？竹上さん武さんでしょ？僕も竹上さんなんですよ。で、竹上さんの後、まあ何人かいろんないて、中西さんも代行かなんそう。かやったでしょ？で、土橋さんになったの。で、それで土橋さんやって関根さんになったりとかしたでしょ？ああいう、まあどちらかというともう、暗黒時代のヤクルトでしたよね。本当に弱いね。僕もあの当時のヤクルトを知ってる人間としては優勝できるなんて思いもしなかったです思よわないね。よな。ね。すこぐれにはあなんるかん借で。金背負ってましたもんね。野村さんの前にやったその竹上さんとか土橋さんの野球もある意味新鮮でしたけど、ひどかったですよね、今考えると。今考えると多分ね、ね鮮明には覚えてないけど、多分だえ。からそんな野球をしてたんだよね。当ですよ本当行き当たりばったりね。いやで。いや、本当そうですよ。僕なんか、今、なんだ、GM って小川さんとか、小川さんなんか土橋さんに可愛がられてましたけども、かなり厳しい要求をされてましたよそうですね、多分そうね。だと思う。僕ね、すごく印象に残ってるのがね、あの当時土橋さんが監督で、丸山幹二さんが三塁コーチャーだったんですよ。で、イニングでバッターボックス、あ、小川さんが立ってたのかな。で、攻撃終わって丸山さんがベンチに戻ってきたら、土橋さんがね、丸、順次の時に何球目にお前エンドラン出してたろうがって言ったら、丸山さんが監督ツーアウトですよって言って、いいんだよ順次は積極性ねえからツーアウトからエンドラン出すんだよって言ってベンチ内で言ってたの覚えてて、わ、こんな野球あるんだってすごい鮮明に覚えてて、で小川さんに言ったら、いや当時ねツーアウトからでもエンドランさんに何回か出されたらしいんですよ。でも小川さんはなんかドバイスさんもすごく感謝してましたよね。その後まあ日本ハムに移籍したりなんかするのもなんかドバイスさんの関係もあったという話を聞きましたしね。土橋さんは結構人のことをそういうふうに、なんて言うんだろうな、そのフォローじゃないけど、なんかそういうのはすごくしてくれる人だよね。人間味があるっていうあかる。ね、言ってましたね。情の熱い方だっていうのをお聞きしましたけど、ただお酒飲んじゃうとひどいっていうのは聞きましたけどね。
オフなんかでも何回か呼び出されたし、俺そうなんですか、どこどこ飯食いに行くから来い、出てこいって言われて、だそういうのがすごくある人かな。そうですか。だから当時ね、例えば遠征先の門限破りかなんか見かけた時に、ドバイさんもなんか ねホテルで飲んでて、で何時でもいいから監督室来させろとか言ってで呼ばれた選手が、今から自分の家に電話してお前嫁さん出せとか言ってで嫁さんがに、お前旦那にどういう教育してんだって言ったとかね、そんな話も聞きましたもんね。すごい時代、すごい時代ですよね。広島だよ、それ広島でしょ。でそれで次の日なんかずっと走らされたりとか、遠征戻ってきて神宮の練習の時に延々と罰走で走らされたりとかして、で走らされた挙句に二軍に抹消されたりだとかね、結構そういうの聞きましたよね。厳しいんだよ、ね、厳しいんですよね、そういうところは。そういうところは厳しいよ。いやまあ同志さんとはそんなに長くできなかったですけどね、そんな話は非常に。ピッチングコーチだったからさ、同志さんが、うん、あそうか、最初ピッチングコーチで来たから、あ、うん、あ怖かったもん。滝上さん監督の同志さんピッチングコーチだったんですか。そう、2年目の時。ああそうだったんですか、うん、1年目はあの安田さんがピッチングコーチ、はい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 、それで同志さんが来た。そしたらやっぱりもう昔の感じを、手も足も出る。そうですよね、今じゃ考えられないですよね、ちょっとやばい感じ。うん、それもいたメンバーも昭和の選手たちだから、まだなんともないけど、それはもう今の子たちだったらもう絶対無理。荒木さんはでもあんま激高とかするイメージないですよね。我を忘れてなんか怒り怒り狂うなんてあんまないでしょ。あるあんまりないだろうな、ね、そういうのは。でも乱闘があったのよ、まあ、その時に結構ビリビリにされたりのもあって。ああそうですか、うん、まあでも自ら進んでとかないですよね。ああそれはないね、あんま怒ったの見たことないですもんね、うん、イメージとして。なんかどっちかというといつもなんかあのつまらなそうな顔はしてますけど。つまらなそうじゃないよ。いやでもあんなおっかない顔はしないですもんね。そう、うん、僕後輩ですけどあんまりその怒ってる姿見たことないなと思って、後輩に対しても下の基本的に下の者には怒んないな、うん、そういうんでは。ああそうですか。なんかね、あなんか変な言い方だけど、やっぱり下のやつにやっちゃダメよ。上にもやんないけど、やるなら上のやつだ。なるほどね。うん、ね、おとなしい顔しては結構ね、過激なことは言うんですよね、やっぱね、一応ね。なんでピッチングが現れてるなと思って、ちょっとね、攻撃的なピッチングがね。ピッチングは別。だからさっきの辻さんじゃないけど、だって甘く入ったら打たれるんだもん。いやまあそうですよね。どっちか選ばなきゃいけないんだから、それこそ、土橋さんなら、行けっていう。当てろじゃないよ。インサイドもう。言いそうですよね、確かにね。荒木さん、ピッチングコンチの時言いました、選手に。どっちかだっていう話をしてる、まあね、どうすんだよって。別にだからね、甘く入って打たれてファームに行くのは別に勝手だし、うん、まあ確かに大人の言い方ですよね、うん、それはね、プレー球ならではって言ってんじゃないんだからさって言って、でもそれが投げられなかったら一軍では勝てないよっていう話をする、うん、まあそうですよね、うん、出し入れまでしろとは言わないけどさ、まあバッターだってやっぱり投げさせないようにして近づいてる場合が多いですからね、ボールつけたりとかなんかいろいろしてるわけでしょ、そうそうそう、うん、どうすんのよピッチャーはどうです。でもね、辻さんが言うには大輔の顔見てたら怒りに怒れなかったっていうふうに言ってましたよ。可愛らしい顔してるからぶつけられてうっと思ったけど、パッと見て大輔の顔見たら怒りに収まるっていう感じ言ってましたよ。ぶつけてはいかないよ。いやいや、うん、そうですけど、でも向こうはなんかぶつけられたって、ぶつけに来たっていうふうに思ってたみたいです、うん、だって初回に2つだからね、うん、デッドボール。そうそうそう、日本シリーズの初戦先発して、うん、初回のマウンド行って、そうそうそう、2人だからね、3人中2人だから。で、あの時ね、だから辻さんが言うには、西武のね、そのゲーム前のミーティングで、荒木はあえてぶつけに来るからっていう情報があったって言うんですよ。そんなことないだろうと思って、んで、プレーボールかかってたら、本当にぶつけられたから、いや、こいつら本当にやってくるんだって思ったって言うんで、いやいや、そんな話ないよ。それはでも、スコアラーが悪いよ。ね。そしたら逆にさ、バッターの方もちょっと引くじゃない。あ、そうですね。そういう言い方しちゃったら、ね。それは伝え方が悪いと思うよ。そんな情報ねえ、それから辻さんがちょっと持って話を持って伝えたんだ。そんな情報を漏洩しねえだろうなと思ったんですけど、うん、あの頃のヤクルトは結構筒抜けだったよとか、ローテーションも日本え日本シリーズ全部知ってたのよ、ね、ローテーションみんな分かったって言ってましたよ、うんうん、もう7戦まで全部指折って誰かに言われたのだって、その関係者が、ヤクルトの関係者が、うん、それでその人すらヤクルトの先発知らなかったの、うん、それでピッチャー陣のところに来て1戦目誰だ、2戦目誰だ、3戦目誰って言ってたよって言って、当たってるよとか言って、そうそう、辻さん言ってましたもん、
先発みんな知ってましたもん、うん、ヤクルトのピッチャーみんな分かってたよと言ってたから、うん、もうすげえなと思って、まあ、その辺でもやっぱり当時の西武はやっぱり最先端というかね、強かったしね、うん、まあ、本当に強い西武と日本シリーズあの当時できたっていうのも非常にね、互角に戦えるなんて誰も思ってなかったじゃない、いや私、まあ、向こうも当然思ってないよ絶対、うん、まあ、ラッキーみたいな感じでヤクルトが出てきて、うん、巨人じゃないよとか、そうそうそう、あの当時イースタンのほとんどありました、荒木さんって投げてるよ、だから怪我する前ずっと投げてるし、あ、そうですか、あのプロ入りも最初のうちファームで投げて上の試合に行かされたりとかしてたし、あ、そうですか、うん、あの当時はだから荒木さん入った頃はやっぱジャイアンツが一番強かったかな、2軍は、うん、その後、荒木さんは多分1軍に行ったころは西武強かったですよ、うん、でそれこそその当時、後からまあ主力になってくる、例えば秋山さんだとか、うん、デーブが、俺がリハビリしてる時の